どうも快速です。今大阪東線に乗って新しい大阪駅に向かっているところです。というのも仕事終わりに学研都市線に乗って帰ろうと思ったのですが、架線トラブルの影響で運転見合わせになり、大阪東線で迂回乗車をしているところです。新しい大阪駅にこんな形で行くことになるとは思ってもいませんでした。ということで JR 淡路駅からですが大阪駅までの展望映像をどうぞご覧ください。最後までよろしくお願いいたします。出てくれんか。
乗り換えがないですか。でも乗り換えるというのは大阪行かなくて10分弱くらい。今から行こうとしているところは普通に乗って共同駅、共同会社とかあるかもしれない。市街駅、桜橋、中央と共同の国土設計だから
ル界で初の出場できてるから。はい、ということで新しい大阪駅にやってまいりました。ここからはですね、乗り換えのために神戸線の方まで歩いていきたいと思います。乗り換え時間はどれくらいかかるんでしょうか。それでは行ってみます。それではここからノーカットでご覧ください。4分ちょっとだったらね、全然歩ける距離ですね。まあ、今後なにわ筋線や、まあ、阪急もつながるそうなんで、ますます便利な大阪駅になりますね。では僕はこれからお家の方に帰っていきたいなと思います。まあ、今回迂回乗車してきましたけども、まあ、こんだけね線路がつながってればどこが止まってもたどり着けるっていうのはやっぱりいいですね。はい、まあ、仕事終わりちょっと止まんのね、ちょっと勘弁してほしいんですけど、まあ、仕方ないですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。